韓国中を夢中にさせた応答せよシリーズ第3弾。1988年のソウルを舞台に、切なく輝かしい初恋、そして温かい家族愛をコミカルに描いたヒューマンラブコメディ、パク・ボゴム、リュ・ジュンヨルのブレイクのきっかけともなった大ヒット作、恋のスケッチ応答せよ1988、10月12日スタート。